勝したこのグルービー DNP、 今回もお菓子同様結果を出し続けることができるか。インベタをついている。さあ右抜けている形ですが、ちょっとここはコースアウトか。あっと常に右に曲がる形になっている。さあ先ほどの菓子と同じような状況ではないですね。はい、1周目ここは抜けていき、さあ知事と同じような挙動をしていますが、その中に速度がプラスされているようですが、これはちょっと期待できると 8.323。 出ました、出ました。ここで菓子を抜いている。さあ 8.323 蛇行はしていますが安定している。 8.87、 これは大きい。さあコースアウトをしているが8秒の壁を抜いている。シドニーのさあ歴戦の重さをしっかりと捉えることができるか。さあ女性スタッフ頑張って捕まえています。これは2分の間にちょっとタイムロスになってしまいますから気をつけていただきたい。さあ蛇行していますがまだ時間があります。さあここで12秒という結果を出してはいますが、ここでコースアウトです。ちょっとグルーピー DNP8.323 がパステストになってますが、これはいかがでしょうか。先ほどの7秒という結果はちょっとこれは判定として難しかったのでしょうか。後でこちら、はい、確認をさせていただきましょう。さあ 7.674 か、いったか。さあ自らとの戦いにつながっている 7.674。 さあうまくそのグルーブに乗せてディープレーサー、この左右左右と軽快に、いやここはまだ大丈夫でしょう、捕まえなくていい。いやヘアピンでこれはうまくさあ脱出することができませんでした。ただ7秒台叩き出すということはあと2周はできるという、早ければ早いほどもちろんチャレンジができます。さあ 7.674 でしょうか。ファーストストラップすごいですね、スピードが出てるのに安定してますね。出ましたね。さあ 7.674 出ました。グルービー DNP なんとか選手を一気に超えていきました。これは熾烈な戦い。